から行われる準決勝の第1試合ですが、安野選手と二宮選手、この2人のポイント、試合を分けるポイントというのはどういうところになりそうですか。そうですね、やはりですね、二宮選手が、先ほど上田選手がしたように、いかに安野選手のいい組み手にさせないかということだと思いますね、はい、そして、二宮選手が先に攻めることができれば面白い試合になると思います、はい、今日は一本勝ち、すべて一本勝ちでこのベスト4に進出してきました好調の二宮美穂が、1歳下のチャンピオンに挑みます。この、ベスト4に残った4人のうちでは二宮選手が一番本人の調子としてはいいんじゃないですかね。さあ、その安野の右腕を殺して自分の柔道に持ち込むことができるかどうか。二宮パワーだけを比べれば二宮の方が上というのが圧倒的な意見です。試合が始まりました。1年先輩の意地もあるでしょうし、はい、身長では5センチ二宮が高いんですが、この安野選手の右手に注目してほしいと思いますね。そうですね、今は襟を取りました、はい、右手で相手の襟を取って、これを自由に動かせると二宮選手きついですよ、はい、早い動きです。さあ、二宮も相手の襟を取って左の組み手、相手の引き手は襟を持ったまま強引に攻めに行きました、はい、二宮選手の方が体重が重いですから、はい、今みたいにこうくっつかれると安野選手は嫌なんですよね。山口さん、これは二宮選手はですね、はい、相手の釣り手を殺すのではなくて強引に引きつけにかかる作戦に出たわけですね。そうですね、同じ理屈なんですよね、引きつけても相手の手が自由に動けませんから、はい、なるほど、ただここをですね、安野選手は自分の体を揺らしながら、手を使いながら離れて、そして技に入るのが非常にうまいんですよね。なかなか女子でこういう体の使い方できる選手っていうのは少ないんですけれども、でも今日の二宮選手はいいですよ。まず落ち着いてますね、はい、何か自信持ってやってるような気がしますよね。試合が始まってあっという間に1分20、釣り込み腰に行こうかという安野ですが、二宮選手はもう、九州出身ですから、はい、おそらく高校時代に何度かこの2人対戦があったはずですよね。そうですね、とにかく勝った記憶がありませんというふうに二宮選手は昨日話してくれましたが、今大会の目標はベスト4で安野さんと当たることですって言っていましたので、まず目標は果たしたことになりますが、はい、それと昨日聞いた話では二宮選手はこっちの方が上背があるけれども、下から取りたいというふうに言っていましたが、はい、そのあたりはどうですか。そうですね、やはり安野選手下から取られますと担ぎ技がありますから、いいようにやっぱり技をかけられてしまうんですよね。待て、今もすり込み腰のようにして相手の中に潜り込む技を見せた安野です。半分以上の時間が過ぎました。2分9秒が過ぎています。まあ、確かに川野先生言われたようにですね、若干の選手、緊張からか、ええ、動かなきゃとか、あるいは技をかけなきゃという気持ちは非常に出てるんですけれども、うん、はい、ちょっとこう歯車が合ってないような気はしますね。なるほど、で本人もそういうところを感じてるんだと思うんですよ、なんかちょっとうまくいかないなっていう、また先ほどの上田選手と同じように右手の指先をちょっと痛めてしまいました二宮。安野選手が切りに来るっていうんですかね、はいはい、二宮選手が持ったところ切りに来る、そういったことが非常に強烈ですからね。強烈なんですね、はい、相手の指先が痛んでしまうわけですね、はい、なるほど、先ほどの試合、この試合と2試合続けてこういうシーンが続きました。白時間始め、残り2分を切りましたね。切りました。残りまもなく1分40秒になるところです。二宮選手ももうこの辺りから攻めに行かなきゃいけないですよね、はい、また釣り込み腰に行きましたが、
今度は安野選手は右で相手の袖を、はい、あそこが袖釣りですよね、はい、今日の3回戦ですかね、あれで、はい、あの1本取った技がありましたよね。左が柳川高校時代の監督川野監督、そして右にいらっしゃったのが明治大学の重松監督です。安野の先生です。さあ二宮もなんとかポイントを上げたいところですが、はい、先ほど仕掛けたようなですね、持ちながらの大外ですとかね、はい、そういった技を私はどんどん仕掛けるべきだと思いますね。二宮選手の方は残り1分です。準々決勝ではその組際の大外狩り見事に1本を取っている二宮、こういう技ですよね、どんどん行った方がいいと思いますよ二宮選手とすれば。残り52秒で時計が止まっています。始め、今までのところはずっと安野選手の流れで来てますからね、はい、かけた技の数も多くなっています。遠いところから強引に来ましたが安野が落とします。締めに入ってますね、送り襟締めを狙ってますけれども、初戦はこれで1本を取っている安野です、はい、残り30秒、待てがかかりました。残り29秒です。さあこの残り30秒で波乱があるかどうかですね、道谷さん、はい、安野さんサイドは、ね、一発かすげって言ってますね。こういうところがセコンドの難しいところなんですよ ね、 池というのか守れというのか、さあ袖を取っている、残り15秒、二宮は不利、そうですね、担いでいきました、有効、有効、ポイントを取りました安野。場外際どいところですが、担いだときにですね、はい、反対側から背中側から落ちましたよ ね、 二宮選手が、はい、二宮も腰が重いんでこうガーッとね、そうですね、落としていったところを反対側に落とされた、はい、そうですね、有効ポイント、まあ、取られてもしょうがないかなという気はしますけれどもね。ここで試合終了です。残り5秒で有効を取りました安野、決勝進出です。残り5秒でポイントですか、そうですね、やはり安野選手の強さっていうのはこういう最後まで攻めきれるっていうところですよね、はい、優勢勝ち内容、藤沢アナウンサーのリポートにあったように一つ担げという、はい、その指示を守ってそのいわゆる指示を実行できる実力ですね、はい、ここでですね、ここですね、はい、片手で担いでますよね、片手ですね、はい、なるほど、まあ、相手を十分にコントロールはできていないかもしれないんですが、はい、うまく落としていきました、そうですね、